さまざまなプロジェクトがあるんですけど、例えば建築で言えばこう建物を作るというのは内部空間を作ることになるんですけど、じゃあそれが本当に内部だけかっていうと、中の隣には必ず外があるわけですから、まあ、普通だと外と中っていうふうに定義されるものを、中にいるんだけれども外のような心地よさができないかだとか、外にいるんだけれども中のようなあの安定感とか気候の感じ方だとかっていうものができないかだとか、普通はこう割り切って考えてしまうことを、まあ、どうやってこう共存できるかっていうことを、まあ、考えたりすることが多いですね。それは建築に限らずインテリアでも中を考えたり外を考えたりだとか、プロダクトにおいてもこれが、例えばプロダクトなのかアートなのかだとか、普通はこうそれぞれこうセグメントされるものが実はある瞬間アートになる瞬間があるんじゃないかだとか、そうい こう境界線についてこう日々考えているので、なんかきっとこういうプロジェクトの時にも、まあ、そういうことを考えながら作っていくっていうのが前提にあると思います。さまざまなスケールの感じ方っていうのは、それと関係するものによって、まあ、人は違うスケール感というのを感じると思うんですね普段。それを、まあ、あの小さな部屋のような空間で皆さんに体験していただければと思って作った作品です。普段あまり主役にならない影というものに着目しました。あの影で生まれた、フレームの中に、いろんなものが関係してくる。例えばリンゴが置かれた時にそれはテーブルと感じます。で、魚が泳いだ時にそれはあの水槽に感じる。でまたは、そこに人が入っていた時には家のようなスケールに感じるっていう、まあ、スケール感がどんどん変わる映像がその壁面に映し出され、最終的には、その空間が一つの部屋と感じれるような大きなスケールに変化するという一連の流れを、まあ、表現したということになってます。まず形が通常のプロジェクターのような、見た目をしていない、まあ、照明のような見た目をしているっていうことで、そこに、映像が映されるっていう前提で人が見ないということがあるかなと思いました。なので照明だと思っていた場所にあの映像、本物ではない状況が映し出されるっていうことで驚きがあったり、まあ、ときめきがあるようなあの演出っていうのはできるのかなという、そこは利点なのかなと思いました。なんか割と例えば本当と嘘っていうものとかも、なんかそれって本当は僕ら何をもって本当だと言ってるかわからないはずなんですよね。でじゃあ影っていうものも、実体ではあるけれども実物ではないっていう、じゃあ嘘なのか本当なのかだとか、そういうことをなんかもう一度考えたりだとか、なんか大きさっていうものも、じゃあこの一つの小さなボックスっていうものが大きいのか小さいのかっていうものも、ある方向から見ると小さいもので、ある方向から見ると大きいものになったりするように、そういうスケールを考えるってことは、なんか普段の僕らの仕事においても、じゃあ家具のデザインを考えて家具の構造を考えてすごい素晴らしいものができた時に、でもこれがそのままスケールが大きくなっても建築としても成立するかもしれないなっていう視点でまた家具を見たりするんですよね。そういう こう領域を横断するっていうことがやっぱりこうできるっていうのも、まあ、この商品のすごく魅力でもあります。住宅でも、まあ、商業空間でも、まあ、あの私たちはあの空間、まあ、インテリアとして空間を作っていくっていうお仕事をしているんですけれども、あの、まあ、施工をしなくてもすぐにその日の気分で壁紙を変えたり、カーテンの柄を変えるような、気軽さでその空間の中のインテリアとしてその映像を用いるっていう、あの新しい使い方もあるのかなというふうに感じました。なんか建築空間っていうのは固定的なものとしてやっぱり作られていると思うんですよね。でもそれは時によってこう自然と同様に、まあ、時間や季節とか温度とか、まあ、いろいろな環境によってこう空間が少し変わったりだとか成長したりだとか、そういうふうな概念というのはこれからすごくなんか貴重になってくると思うんですよね。固定的なものとやっぱり移ろうものっていうものも今まではこうバラバラだったんですけど、こういう機材がこう生まれたことによって実は成長する空間をなんか設計することができるだとか、そういうことがなんか少し一歩こう前進するようなことがあるんじゃないかなっていうふうに思っています。
なんかハードなものっていうイメージが多分建材ってあると思うんですけど、逆になんかこういう映像みたいなものもそういう建材の一部じゃないですけれども、そういう捉え方もできるのかなと。Panasonic.